風を切って軽快に走る1台のバイク、一体どんなエンジンを積んでいるのか。あれ、これは。お疲れ様。なら、エンジンがあるこの部分、中から出てきたのはワンちゃんでした。でもこのワンちゃんが一生懸命走っていたわけではありません。これはワンコと一緒に乗ってお出かけができる電動バイク。開発したのは電動バイクのベンチャー企業グッドシェイプ、その名もポニーです。電動なのでエンジン不要、空いたスペースに小型犬を乗せることができるよう設計されました。音がしないので、心配ないですね。怖がったりはしないですね。およそ6時間の充電で最大40キロの距離まで走行可能。音も静かなのでワンちゃんも快適です。バイクの前にもカゴがあるので乗車艇1は2頭まで OK。快適に愛犬とのツーリングが楽しめます。開発のきっかけは服部さんの愛犬まるちゃんが病気になったことでした。年がもう12になってきたんですね。病院に行かないきゃいけない症状とかが出てきていて、いい病院が遠くにあって、じゃあそこ行こうと思ったんですけど車がなくて、いろいろ友達と相談してて、こう作っちゃおうかみたいな。そこで服部さんは1年半かけてポニーを開発、たくさんの愛犬家に使ってもらおうとインターネットで販売を始めました。今はこんな計画も。ここに実はワンコを乗せる大型のキャリーケースが乗るように設計しようとしています。大型犬も乗れる小型の電動四輪車を開発中、愛犬家ならではのアイデアも盛り込む予定です。ここにカメラをつけます。ワンコの表情とか今どんな顔してるのかな、気持ちいい顔して乗ってるかなっていうのが見えるように。だってお散歩してる時だってワンコの顔見ながらやっぱお散歩したいし。2024年の発売を目指して開発中です。やっぱり飼い主はかけがえのない家族として迎え入れてると思うんですよね。ワンちゃんは大事だから、この子を意識したモビリティっていうのがあってもいいと思うんですよね。次回、トヨタの水素エンジン、今後は？